潜水艦は日本海軍の潜水艦の艦級艦型名は、海軍大型74型、大型74型、異号型巡戦型、巡戦1型と呼称された時期もあった。異号第一潜水艦から異号第5潜水艦までの5隻が建造された。異号第1潜水艦から異号第4潜水艦までは同じ設計であるが、 以後第五潜水艦は若干仕様が異なるので、巡潜一型改めと呼ばれることもある。太平洋戦争においては海戦当初から活躍したが、全艦戦没して終戦時には一隻も残っていない。日本海軍が建造した一等潜水艦の中で、以後第五十一潜水艦、以後第五十二潜水艦の次に建造された艦である。 第一次大戦以前の潜水艦は艦型も小さく、太陽の航海には適さない沿岸型の潜水艦であった。それに対しドイツは通称破壊船のため、水上速力の向上と、長大な航続力を持ち、外洋航行能力のある大型の潜水艦が必要とされ、計画された。この大型潜水艦は、巡洋潜水艦と類別されるようになる。 第一次大戦が終結した時、当時世界最高だったドイツの潜水艦技術を各国は競って取り入れた。潜水艦を艦隊決戦の補助艦艇と位置づけていた日本海軍は当時最大最新の巡戦として計画された U142 型の図面入手を図った。これには報読した川崎造船所の松方社長の努力により実現したと言われている。 川崎造船所はまた、ドイツから潜水艦技術者を招いて、指導を仰ぎ、技術の習得に努めている。1923年度の官邸建造新計画で、建造された4隻の潜水艦はほぼドイツの U142 型のコピーである。日本の大型潜水艦はまだ海大型の E51 の1隻が建造中なだけであり、当時の日本の造船技術としては、 仕方のないことだった。E1 から E3 までの3隻は1926年に、竣工し、やや遅れて建造された、イオンは、冷却機を装備するなど設計を、若干改め1929年の竣工となった。1927年度予算で1隻のみ、建造された、イゴは、水上偵察機1機が搭載可能となり、純潜1型改めと呼ばれる。 環境広報左右に格納等を一基ずつ設置し91式推定を分解格納した。これは日本潜水艦での水蒸気の初搭載である。兵装に関しては尾砲を12.7センチメートル広角砲を二門としている。またピストン無機砲の88式発射艦が装備され、魚雷搭載数は20本となった。 純線一型の三艦は1932から1933年頃に電池交換など能力改善工事を受けた。1937年以降、第一線で心臓時能力を発揮できるとされる第一期関例の12年を過ぎたため、純線一型は三計画において大艦計画が上がっており、計画終了時には全艦退役する予定であった。しかし、 世界情勢が緊迫化するに伴い、第一線として止まることとなり、1940から1941年には、寒冷延長工事が行われ、発射管が弾技弁無機方式の95式、魚雷発射艦相当のものに回収された。この際、以後は、射出機を撤去して、環境を後部へ拡大し、25mm 連装機銃を搭載している。 太平洋戦争開戦時には、長大な航続力を活かし、ハワイ作戦に5隻とも参加するなど、第一戦で活動した。その後もソロモン、アリューシャン、インドなど各地に出撃、陸上砲撃や通称破壊作戦、ソロモン方面での潜水艦輸送作戦などで活躍した。しかし次第に慣例による性能低下が起こり、 巡戦一型では安全線更新度が六十四メートルに制限される事態も起きている。全艦が終戦を待たず全艦潜没した。E1 型は同系艦五隻からなり、三隻からなる潜水隊に一隻足りないので、巡戦二型の威、e、力を加えた六隻で二個潜水隊を編成した。すべて横須賀鎮守府に配備されたため、横鎮の固有番号の一から十までの番号の 潜水隊である。第七潜水隊所属の遺産は一時期第八潜水隊に編入されていた。横須賀鎮守布石の位置 E2、E3 で編成。遺産は一時期第八潜水隊に転出していた。太平洋戦争では、ハーヤ・リューシャン・インド洋、中部太平洋で紹介、輸送任務に従事した。所属完全艦の戦没により、昭和19年9月10日に、 解体された。横須賀鎮守布石のイオン、イゴと第七潜水隊所属のイサン、巡船2型のイロクで編成。太平洋戦争では、ハワイアリューシャンインド用で紹介、輸送任務に従事した。昭和15年11月15日に、イサンが第七潜水隊に編入され、2年後の昭和17年8月20日に、タイ事体も解体されて、所属艦は、 第七潜水隊に編入された。ありがとうございます。